ヒラノ仕様、ルイ・ビトンファッションショーでファレル・ウィリアムスとの特別な瞬間。近日、ヒラノ仕様がインスタグラムを通じて、香港で開催されたルイ・ビトンの2024プレフォール、メンズファッションショーに招待され、ファッションショー当日の模様をファンと共有しました。その中で、ヒラノはルイ・ビトンのメンズ、クリエイティブディレクターであるファレル・ウィリアムスとの貴重なツーショットを披露し、感謝の気持ちを述べています。この記事では、 ヒラノ仕様のファッションショー参加やバレル・ウィリアムスとの交流に焦点を当て、その背後にあるエピソードや反響について詳しく掘り下げていきます。1ルイ・ビトンファッションショーへの招待。ヒラノ仕様は、香港特別行政区、アベニュー・オブ・スターズで開催されたルイ・ビトンの2024プレフォール、メンズファッションショーに招待され、その模様を自身のインスタグラムでシェアしました。彼はこれに先立ち。 ルイ・ヴィトンのアイテムを着用した写真を何度か公開しており、そのファッションセンスと共に注目を集めています。ファッションショー当日も、ルイ・ヴィトンの2024年春夏メンズコレクションのスーツを身にまとい、その場に花を添えました。日典、ファレル・ウィリアムスとのツーショット、ファッションショーの舞台裏で、平野史洋はメンズ、クリエイティブディレクターであるファレル・ウィリアムスとのツーショット写真を公開しました。彼らの共演は、 ファッション界において大きな注目を浴びました。インスタグラムのコメント欄では、パレル・ウィリアムスとの共演を喜ぶファンの声が多く寄せられ、パレルとツーショット、すごい、いや、ファーロル様の隣に紫テルさんがいて言葉にできないほどの感動だよといったコメントが目立ちます。3点、ファッションショーの魅力を共有。平野紫耀は、インスタグラムを通じてファッションショーの様子や自身のスタイリングを公開し、 ファンと共有しました。彼の投稿には、グレイ a ストオブオールタイム、サンクユーファー y といった感謝の言葉も添えられており、ファレル・ウィリアムスへの感謝の意を示しています。また、彼のファッションセンスやファッションショーでの活動に対する熱いサポートがコメント欄に多く寄せられました。4点、ファンからの反響、平野の仕様のファレル・ウィリアムスとのツーショットは、ファンの心をつかみました。コメント欄には、ファレルさんとのツーショット、 紫輝くんのオーラがすごすぎて全く引けを取りってないようといった興奮の声が広がり、紫輝くんが見た素敵な景色を見せてくれてありがとうといった感謝のメッセージも寄せられました。これは、ヒラ紫仕が国際的なファッションシーンで活躍する姿に対する期待と共感が高まっていることを示しています。5点、パレル・ウィリアムスとのコラボに込められた意味、ヒラ紫仕とパレル・ウィリアムスのツーショットが話題となった中で、 そのコラボには何か特別な意味が込められているのでしょうか。パレル・ウィリアムスはルイ・ヴィトンのメンズ、クリエイティブディレクターとして数々の成功を収めており、彼との共演はヒラノ・シにとっても大きな光栄であったことは間違いありません。記事は、二人の協力によってどのような新たなファッション4の展開が生まれる可能性があるのかを考察し、その背景にあるストーリーに迫ります。ヒラノ・シのルイ・ヴィトンファッション賞参加と、 パレル・ウィリアムスとのツーショットは、国内外のファンにとって大きな話題となりました。彼のファッションセンスとともに、パレル・ウィリアムスとの交流が新たな可能性を切り開くきっかけとなることでしょう。今後、ヒラの耀の国際的なファッションシーンでの活動に期待が寄せられることは間違いありません。